を語る会の主催者秋田県内、主に太平山系の舟林や赤松林で猛禽類の観察も行っている。秋田県上小ア村八木沢集落のマタギ、佐藤良蔵の三男として生まれた。小学生の頃は、良蔵が仕留めた熊肉を集落のカッに配り歩くなどしていたが、マタギは継がずに、秋田経済大学卒業後は、 秋田市内の会社に就職した。その一方で、20代の頃から狩りではなく、気象鳥獣の生態を調べるために山に入るようになった。佐藤が太平山などで撮影した熊や大高などの写真は、新聞に掲載されたことがある。動物観察のため、人種別の山林に10年ほど通っていた佐藤は、2008年11月に、初めて大カの巣を見つけた。 佐藤によると、秋田県内で大鷹の映像が確認されたのは、過去に数例しかなく、ヒナの巣立ちの撮影例は、極めて少ないという。佐藤の撮影に関して、山形県坂田市の毛禽類保護センターは、学術調査などを除き、熊鷹の巣立ちが撮影されるのは、珍しいと思うとコメントした。2010年には、濁川で、秋田県版レッドデータブックで純絶滅危惧種に、 指定されているミサゴと、人種別で同じく絶滅危惧種一倍ト類に、指定されている熊高の巣立ちの撮影にも成功している。秋田伊佐新報に掲載された大高のヒナの写真。2009年7月撮影。2009年春、七良像が鉄砲を地元警察署に返納し、後を継ぐものがなかったため、八木沢マタギは消滅した。同年夏、そのことを知った佐藤は、 ヤギ沢の伝統文化が失われてしまうことを憂い、ヤギ沢ワマタギの歴史やルーツに迫る調査を始めた。そして、約200年にわたる資料文化の歴史を構成に語り継ぐために、ヤギ沢ワマタギを語る会を発足させ、毎年10月15日をヤギ沢ワマタギを語る日として2009年から秋田市の公民館などで開催し、両造の道具や仕留めた毛皮を使って、 またぎの解説を行っている。ありがとうございます。